3頭広がった大外、今度は10番ギルマ先頭に変わるか、内は応戦する8番ヘブンズコーチ並んでいます。残り 200m、 あとは3番手は3番ルッチ、大外へ持ち出して3番手から2番手を伺っている。しかし先頭10番ギルマ、2番手3番ルッチオーラが上がって前を追ってくる。しかし10番ギルマが先頭、10番ギルマ先頭でゴール。